みんなが思ってる神様は神様じゃないんだよ。神様ってのは天の中心、中心に一人しかいない。一人っていう人間の形してない。雨の水主様、息してるんだよ。これを神の息と言うんだよ。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。因果という言葉からはプラスのイメージが浮かんできません。一般に因果とは原因と結果のことを言います。仏教の教えでは、前世にやった悪いことの報いが現在の不幸になるそうです。そう聞くとなんだかとても怖くなります。自分には覚えのない前世の悪事が今の不幸を呼ぶとすれば、その不幸はどうにもならないもののように思えます。しかし、一人さんによると、因果は怖いものではないそうです。因果を正しく知ると人生が楽しくなり、不安な気持ちや心配がなくなります。そしてこの因果を基礎にして成功を呼び寄せることもできます。今回はそんな因果についてのお話です。因果を正しく知って幸せになりたい人、そして成功したい人は、ぜひ最後まで聞いてください。では始めます。旗見てて涙出ちゃって、目は赤くなるし鼻水は出るし、いろいろことになってる。今日はここんとこ、発行の条例をやってるんですけど、なんかうちのお弟子さんたちが追い詰められて、だん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 やるような話になっちゃって、今日は因果の話をします。私の因果の話は、何でもない。私の因果の話はね、怖くないです。知ると人生が楽しくなります。それと、この中で何か宗教やってる人いると思うんだけど、全然やっててください。もう全然構いませんから。そこの宗教と私の言ってることと少し違います。気にしないでください。あなたがやってるのが正しいですから。これで今日聞いたことで人と争い事を起こしちゃダメだよ。今まで私がこの話をしなかったのは、この話を言うと同時に世界中の宗教とおそらく対立するか怒られるかなんだよね。だからよそで言うと怒られるよ。ただ頭の中で考えてもらいたいのね。いいですか？この前ね、歯医者さん行ったらね、その歯医者さんがね、聞こえる？もうちょっとこう。歯医者さん行ったらね、斉藤さんね、成功の法則を教えてくださいよって、こっちは口開いてっから喋る。ガーって。口開いてっから喋れないよっていう話して。それで、一旦終わってからね、次に患者さん来んのをいつだいったら、いや、まだ15分ぐらいありますからって。じゃあ15分間話してあげるから、ただ成功の話じゃないの。成功より基礎があるんだよね。で、この基礎がわからないの。わからないんじゃないんだよ。言ってもわからないの。で、言ってもこの話は信じられないの。ただ、ここの人は例外的に8割信じられる。今、ガチャンってやったら声援。個人的に声援送ってくれたの。ありがとう、ヘビちゃん、ありがとうございます。やっぱし、一番弟子だからね。常に声援を忘れないで。それで、基本的な話って何ですかって言ったとき、これが一番突破口なんだよね。一番最初にみんなに信じてもらわないといけない話なんだけど、
信じられなかった人はこんな話もあるんだな程度で構わないから聞いててね。人の中に魂、霊魂っていうのがあるんだよ。で、これが死なないんだよ。で、死ねないの。わかるかな？人間ってね、何回でも生まれてくるの。で、本当ですかって言ったら本当なの。だからずーっと前世があるの。で、今もあんだけど、ずーっと来世もあるの。で、どのぐらいあるかって言ったら永遠にあるの。ものすごく長いの。で、先生そのことわかるかいって。で、人間ってなんでこんなに生まれ変わるんだよ。何回も何回も生まれ変わる必要ないじゃないって。この物質界っていうのは古くなるんだよ。だからその先生も手袋を、ゴムの手袋しながらやってたんだけどさ、ところでその手袋をしばらく使ってると古くなるよね。新しいのに変えるじゃない。で、人間の体もしばらくすると古くなるんだよ。すると新しいのをくれるんだよ。わかるかな？で、何のために何回も何回も生まれてくるんですかっていうと、やり残したことがある。で、やり残したことって何ですかっていうと、魂の成長なの。成長しきってないんだよってことなの。だから因果っていうとなんか驚しく感じるけど、驚しいもんじゃないの。驚しいこと言わないと商売にならないやつがいたわいや本当だよ。だって人間って脅かさないと金出さないんだもんだから一番恐ろしい話でいいから始めるんだけど、あんなのないんだよ。それでね、俺たちは、もともと因果ってさ、オレンジ絞るとオレンジジュースできるじゃん。ね？ぶどう絞るとグレープフルーツだよな。違ったっけ？グレープか。違うよな。いや、俺は違うなと思ったんだよ。言いながらなんか違うぞと思った。ね？で、違うんだよな。で、まあいいんだけどさ。グレープなんだよ。グレープフルーツって言っちゃうからな。うん。要するに、絞ったものでジュースが違うよ。っていうことを言ってるだけなんだよな。だから、前世でいいことしてるといいことが起きるんだよ。で、本当ですかと、本当なんだよ。で、悪いことしてると悪いことが起きるんだよ。で、ここまではどこの宗教に言っても許されるんだよ。ある程度な。こっから先なんだよ。許してもらえないのに。あのね、親の因果が子に報いとかって聞いたことある？あるよね。問題は、親の因果は親に出る。親の因果は親に出るの。親の因果は子供に出ないの。で、子供に出たやつはその子供がやったことなの、前世に。わかるかい？前世にやったことがその子供へ出るの。自分でやったことなの。わかるかな？で、ほとんどの宗教ってのはさ、日本の場合は先祖供養ってことになってんだよ。で、先祖で成仏してない人がいるからあなたが具合が悪いんだよとか。わかるかな？ね？それから、先祖の人がいいことしたから、あなたにいいことが起きるんだよっていうことを言うよね。で、聞いたことあるんでしょ？そうじゃないんだよ。ね？簡単に言うと、先祖が悪いことしてるか、先祖が浮かばれてないから、あなたに悪いことが起きるんだよって言うと、あなたは楽だよね。だってあんたのせいじゃないんだもんな。先祖のせいにしてんだよな。ところでさ、あなたが太ったのはあなたが飯食ったからだよな。違う。まさか俺が食ったもんってあんたが太ったんじゃないよね。
あ、わかるかい？もしダイエットして痩せたとしたら、あなたの代わりに誰かがダイエットしたんじゃないよね。あなたが頑張ったんだよね。そうするとね、自分が悪いのに、あたかもご先祖様のせいみたくして朝から晩まで拝んでる人いるけど、ずっと何時間も人のせいにしてんだよね。いや、あれ、仏壇にいるのは仏様だからね。仏様って仏なんだよ。で、お経をあげてますって、あれは仏の教えなんだよ。そう、仏の教えを仏に説いてんだよな。ずっとね。で、誰かがひとりさんの教えをずっと3時間ずつ俺に言ってるやついたら、おかしいよね。で、この前ね、仏壇にお経をあげてていいですこと、いいよって言ったの。あげてなって言ったの。ただ、おかしいことしてるかなってたまに考えた方がいいよ。人間ってね、神様はやったことを絶対許さないんだよ。いや、悪いことするとだよ。悪いことの因果として出てくる。で、いいことしてるといいことが起きる。で、今日はいつもよりワンランク上げて話するからね。よくね、思ってなくてもいいからいいなって言うんだよ。それってできない人に言ってんだよ。で、本当は思った方がいいんだよ。いや、本当だよ。うん。ね、感謝してますだって口だけでもいいから言ってもらったら、両方一遍だとできないから、入りやすい方から入ってね。心から入るって難しいんだよ。だけど本当は心から思った方がいいんだよ。でも感謝してますって思ってなくても言ってごらんって脳は感謝してますって時はなぜか感謝するんだよ。だって感謝という言葉が入ってんだから。だから事実上は言うことはいいことだよっていう話なんだよね。だから釈迦がね、2500年前からずーっとね、因果の法則を解いて言ってるんだよ。それで因果って何ですかって言ったとき、あなたがやったもの、あなたが蒔いた種をあなたが刈り取るんだよ。わかるかな？で、ここで知らない人は、悪いことすると悪いことが起きて、いいことするといいことが起きる。そうすると、まあ、残酷な話だけどさ、誰かが誰かの手切り落としちゃったとすると、自分が手がなくなっちゃうとかな。わかるかな？で、そうやって考えると、神が罰を与えているように思うんだよ。で、神というのは、罰を与えないんだよ。これも全然信じなくていいよ。うちは信じてくださいから始まんないんだから。信じなくていいよから始まんだから。信じるか信じないかってお願いするようなもんじゃないんだよ。だって信じられる人は聞きゃすぐわかんだもん。で、わかんない人がわかる必要なんかないんだよ。神様ってね、みんなが思ってる神様は神様じゃないんだよ。神様ってのは天の中心、中心に一人しかいない。一人っていうより人間の形してない。これをね、雨の皆かぬしって。で、日本的な言い方なの。外国行くとヤファウェイって人もいる。それからアラーと呼ぶ人もいる。それからもう一つ言うと、仏教的に言うと、大日如来、ルシャナ仏というやつ。ルシャナと呼ぶとこもあった。だけど、天の中心に一個の絶対なる神がいる。で、それのお使いがいるの。お役に立ってる人がいるんだけど、それと接してるから、それを神と呼んでんだよ。わかるかな？ありがたいじゃん。フランス料理食べに行ったり、まあ、日本料理食べに行くとさ、お料理が美味しいと嬉しいじゃん。
と思わず中井さんにチップあげるじゃん。ありがとうねって。でも中井さんが作ったんじゃないよな、これ。それわかるよな。いや、感謝しちゃいけないじゃないよ。お料理はコックさんが作ったんだよな。わかるかい？で、運んできた人が作ったんじゃないよな。簡単な話な。で、その天の中心の雨の皆かぬしっていう方は、愛と光なの。わかるかな？愛と光でできてる。だから、はっきり言って、みんなね、今でも未熟なの。今でも未熟な俺たちが、千年ぐらい前はどのぐらい未熟か考えると、えらいことなんだよな。で、今日、さっきね、大志田洋子ちゃんにさ、今日から因果の話しようと思うから、大志田ちゃんなんで痩せられないか、知ってるかいって言ったら、食べ過ぎちゃうからですかねって言うから、うん、それもあるんだよ。ところで、うちのダイエット食品飲んでてどんどん痩せちゃう人と痩せない人っているよね。で、大志田ちゃんには大志田ちゃんの因果があるんだよ。で、今日因果聞きたい方は聞きたいって言うの。で、大志田ちゃんさ、って綺麗な顔してるんだよな。で、顔ちっちゃいんだよ。体がでかいんだよ。いや、アンバランスなんだよ。いや、うん。で、大志田ちゃんさ、前世にね、自分が綺麗だった時、自分が痩せてた時に太ってる人見て嘲笑ったんだよ。で、そういうことすると自分が太って生まれちゃうんだよ。人を嘲笑うってすっごいいけないんだよ。簽単に言うとね、美とは才能なんだよ。で、才能、例えば一郎が野球やってるだろ、あれ天才だろ、バイオリンの天才っているだろ、あれ10代も20代もやってんだよ。わかる？だからその子が3つからやって、わかる？天才になってる。3つから天才なんだよ。要するに生まれた時から天才なんだよ。で、うちの子も3つからやらしたらってダメダメそういう天才の子っていうのはね、はるか昔はね、足の笛とかああいうのピー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 吹いてて、だん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 それでをやりながら磨いてくるの。美とはね、才能なんだよ。だから足なんか太くて短くてもマッサージなんかしてると来世ね、格好のいい足になってきちゃうんだよ。だから、だから今こうやって美に関心持ってこうやってやってると来世もっと綺麗になっちゃう。で、才能というのは努力で伸びるから、例えば自分がね、何かやって、才能があんまりないなと思ったら、やめるというのも一つの手なんだよ。別にいいんだよ。だけど、来世も再来世もあと何世代かやれば上手くなると思ってれば間違いないの。で、天才を見て羨ましがって、なんであの、あいつ、運が良くて俺運悪いなって言うけど、等しく努力してるの。神は正当なる努力を求めるの。ただ、一代ではできないの。で、なぜかっていうと、才能も磨かなきゃなんないけど、因果も消さなきゃなんない。わかるかな？でね、因果ってどうやって消すのかって言うと、いろんな嫌なこと起きるの。例えば、なんていうのかな。俺たちって、魂を成長させるために生まれてきたから、自分の魂が一番成長する親を選んでくるんだよ。だ、あの親じゃないとダメなんだよ。で、あの兄弟が必要なんだよ。だ、あの親戚がいるんだよ。うん。で、それからさらにあの旦那、あの奥さんじゃないと成長しないんだよ。だから元々が魂の成長のために結婚するんだよ。わかるかな？
だからちょうど修行になる人と結婚するし、そういうとこへ生まれるようになってる。で、一つの無駄もないの。で、会社も一番自分の魂が成長する会社に呼ばれるの。で、自分で選んでるように思うけど、こうやって呼ばれるの。そこに修行になる部長とか課長が待ってるわけ。わかるかな。それでね、なんであいつあんなに俺ばっかり怒鳴るんだっていう怒るやつ。自分が前世でやったの。やってないことは起きないの。だからやられてもしょうがないんだっていう話をしてんじゃないんだよ俺。これは魂の成長のために、だから人の足踏んでる時はそんな痛くないんだよ。痛くないんだ。地面に足を置くより人の足に乗っけてた方が柔らかくて気持ちいいからね。でもやられてるやつはたまんないんだよね。で、そんなのって今度自分が足踏まれることで初めてわかるんだよね。ふと踏まれて、なんであいつ俺は踏んでないの、あいつばっかし俺の足踏むんだって言うけど、今世踏んでないんだよ。わかるかい？前世にやってんだよ。それが、前世って一個前じゃないよ。なんでかっていうと、魂は、ある方がものすごいこう、体悪くなっちゃったとか、ものすごい悪い状態が出てくると、千年ぐらい前に、人が動けないほどひどいことしちゃったとか、次に出ないんだよ。次の次の次とか千年ぐらい経ってからじゃないと出ないんだよ。で、なんで出ないんですかって理由は一個なの。耐えられないから。魂が成長して耐えられるようになると出るんだよ。だから人生って全部決まってんじゃないの。大きく旦那になるような人とか大きい事件がボコボコって起きるんだよ。わかるかな。例えば5つぐらい持ってくるんだよ。その時に自分に超えられそうな問題しか持ってこないんだよ。だからお前過去にこんなひどいことしたんだよ、じゃあちょっと勘弁してください。これはちょっと無理だから。もうちょっとちっちゃいやつから。だから魂は必ず乗り越えられるんだよ。なぜかというと乗り越えられるものしか持ってきてないんだよ。だからもう耐えられないって言って死んじゃう人いるだろ。もうちょっと知らんぷりしてると解決しちゃう。だから死ぬほどの問題ではないの。わかるかな。で、俺がね、安心しな安心しなっていうのは、俺たち死ぬとあの世に生まれるので、あの世で何してるかって言うと成長する。わかる。成長するには勉強するしかない。わかるかな。で、戻ってくると勉強する。で、俺勉強嫌いだから嫌だっつってんだけど、そんなことは知ったこっちゃなく、魂ってのはね、勉強するっていうより成長するの。で、それをね、繰り返すの。向こうで魂が成長するでしょ？と、今度は大丈夫です。任してください。この前自殺した人も今度は大丈夫ですか？任してくださいかって出てくるんだけど、もうそろそろ魂の時代で、魂の時代って21世紀って魂の夜明けって言うんだよな。で、魂の夜明けって何ですかって言うと、自分のここの中にいる魂っていうのは、天の神様の一番大きいやつを大霊というんだよ。で、俺たちはそこから分け身玉というのをもらって、別に信じなくていいんだよ、この話はね。変わった話だなと思ってればいいからね。で、針の先ほどの分け身玉というのがここに入ってるのよ。心臓のところにね。で、それ死なないんだよ。で、最近になってきて、そんな嘘っぱちって思ってたら、昔は信じてたんだよ。だんだん人間が擦れてきたら、
信じなくなってきたんだよ。ところが、なぜかというと科学的じゃないから信じなかったんだよ。そしたら今度は、対抗催眠やったり、いろんな過去を覚えてる子供とか生まれてきちゃったんだよ。で、それを追っかけ調査すると、僕三つの時に死にましたって、なんとか村のなんとかちゃんですとかって言うんだよね。そこへ追っかけ調査すると、そいついたんだよね。ここのおじさんはなんて人ですとかって、おじさんの名前まで言ったりするんだよね。で、それが世界中に出てきちゃって、対抗催眠と喋り出しちゃうんだよ。特に、アメリカ、キリスト教の国っていうのは、輪廻を認めないんだよ。ところが、最近アメリカでもそういう映画やなんか作り出してきちゃったんだよね。生まれ変わりの映画とか昔のことを知ってる。で、だんだん、いや、キリスト教やってる人はごめんね、やっててよ。別に本当に、いい教えだと思って。俺も幼稚園の時、キリスト教の幼稚園、お世話になったからね。ただね、一生懸命人を救おうと思ってやってんだけど、段階があるの。魂って段階があるんだよ。21世紀になってくると、本当の話の方が受け入れやすいんだよ。キリストはあなたたちの罪を背負って死んだって言うんだよね。で、それはありがたいの。いや、悪いなとかって思うんだよ。ただ、人の罪は背負えないの。本当に、純ちゃんのやった罪は純ちゃんに背負ってもらうしかないんですよ。で、誰かがやってくれるとか、そんなんだったら忠夫ちゃんの代わりに誰か団地来てくれたら、忠夫ちゃん痩せんですかって。だから、魂が耐えられないの。わかるかな？日本でもそうなの。20世紀までは、要は先祖のせいにするとか、誰かが自分を救ってくれるとか、自分を救えるのは自分しかいないの。わかるかな？俺毎日ぐらいね、本の構成してんだよ。お弟子さんが本出してくるとさ、見るんだよね。で、構成するの。わかるかい？だから初めて読むのをこう見るんだよね。で、こう直していくわけ。で、何を直すかっていうと、この本のテーマは何って聞くんだよな。で、テーマからずれてるものをこう修正するんだよ。わかる？と、みんなは一冊の自分の人生を本だと思って、これからいろんなことが起きてくるんだよね。だけど、俺たちは、魂の成長のために生まれたんだとすると、神の分け御霊だから起きた問題を、愛と光、要するに、光って明るさだよ。要するに、上機嫌で、愛のある解決の仕方って何だろう。で、気に入らない奴が出てきた時は、こいつは前世で俺がやったんだからさ。なんか、愛があって明るい解決の仕方しようっていうのと、で、みんなで夜待ち伏せてて殴っちゃおうっていうのもあるんだよな。いや、それは解決の仕方はいろいろあるんだけど、神様が丸くれる解決の仕方っていうのは、愛と光がありますか？だから自分の人生で起きることを愛と光。とても愛じゃ解決できない、光じゃ解決できないような問題もあるんだよ。だけど、急にそんな問題が起きるわけがないんだよ。だから前世でやってるの。才能とか別だよ。才能って面白いんだけど、こう野球のこう選手やってるとさ、わかるかな、来世もやりたいんだよ、再来世もやりたいんだよ。だけど俺たちっての魂はダイヤモンドと同じで何面もあるんだよ。ふとそこばっかし磨かれても困っちゃうんだよ。そうすると何にも悪いことしてないのに、あるし名ピッチャーとかって言われてたね、高校時代ちょっと肩痛めんだよな。痛めると肩動かなくなってきて、普通治るんだよ、そういうのって。ところが、なぜか神の配慮で治らないんだよ。
そうするとそういう人は営業かなんかに回ったりすると営業で部長に怒鳴られたり怒られたりしてんだよね。なぜかというと野球はうまいけど人間関係が下手だったりするんだよ。そうするとあんまりそのスポーツばっかしやってるとはいこっちわかる。ピアノでももうピアノも到達しちゃうと来世もやろうとするとなぜか手がこう効かなくなっちゃったりとかできなくなっちゃうんだよね。だってダイヤモンドってあんまり一面ばかあんまり削ったらなくなっちゃうんだよね。一個一個磨く場所が違うようにこう磨いていかないとダメなんだよってわかるかな。でそういう目で見てそういう解決の仕方していくとものすごく楽に解決できる。だから何かあった時これ俺がやったんだから愛と上機嫌の解決の仕方は何だろうと思っただけで丸なんだよ。わかるかな。それで未熟なりにでもそういうことするといくらかマシになるんだよね。いくらかマシな考えになってくんだよ。そうするとそれが少しずつ少しずつ少しずつ良くなってくる。うん、今日ね忠夫ちゃんね交通ルールってあるだろうって。でスピード出すと捕まって罰金取られるよね。わかる。だからやらないじゃんね。あのね神の罰は行動で起きるんじゃないんだよ。だから例えばさあのノブちゃんが首切り役人で昔首切る人がいたんだよってとこれ仕事なんだよな。わかるかい。そう仕事でこうやって相手のこう首切るとするじゃない。今だって公式へって言ったってあれ誰かボタン押すんだよ。でもしあれが自動ボタンだとするじゃんってことで自動装置を誰か入れたんだよな。そういうことだよね。だから未だにさ電気室だって誰かスイッチ入れんだよ。わかるかい？ね？でその人が相手を憎んでたり当然だとかっていう人を憎んだ気持ちでこうボタンを押すじゃん。それと早く生まれ変わってね、次はちゃんとした人生送ってくださいよとかって言って手を合わせている人には起きないんだよ。だから人を嘲笑うのがものすごく罪なのと同じように逆に言えば電気椅子のこうやってボタンを押す人もちゃんとその人の冥福を祈ってやってると起きない。だから罰ではないんだよ。人殺しだから人殺しになるっていう話ではないんだよ。だからいろんなことが起きるけど起きたものを愛と光で解決する方法、前世の因縁って言うけど忠夫ちゃんが太ったのは今世の因縁だって。これ自分で食ったんだから前世の因縁で太ってるわけじゃないんだよ。で、今度は痩せてきてるよ。でもこれも自分の、いや自分の問題なんだよ。何でも昔のせいにしちゃダメだよって言いたいの。でも大体は昔が多いんだよな。昔からやってることがすごく多いの。だから俺たちは、交通ルールを犯すと捕まるじゃん。だからやらないとするじゃん。よくね、悪いことすると悪い因果が起きるよ。人のことこう見て嘲笑ったりバカにしたりすると歩けなくなったり目の見えない人が出たりするんだよ。だから俺たちそういうことしちゃってんだよ。わかるかい？だって今はそういうこと聞いたらやらなくなるよな。わかるかい？で、やらなくなったらこの話を聞いて悟ったようなつもりになっちゃダメだよ。いいかい、やっと0点になったんだよ。マイナスだったんだよ。怒られるからやらないというのは魂的に
いいも悪いもない0点なんだよそれ。だから交通ルールでも何でも俺がすっ飛ばしたりするとみんなが迷惑するし、事故を起こしたら例えば俺の家族も困るし相手の家族も困るから、そういうことはしない方がいいんだ。わかるかい？それでもまあこう車乗ってとさ、自分なんかもよくあるんだけど、60キロだなと思ってもスーッと走ってるうちに80ぐらい出ちゃうこともあるんだよ。目が慣れるって不思議なもんだよな。でそういう時捕まったけど、なんだ捕まっちゃったっていうのもあるけど、よかったんだよ。そこで捕まらないと、すごく用心すると次から大きい事故起きないで済むんだよ。わかるかい？だから、捕まるからやらないんじゃないの。やっちゃいけないからやらないの。わかるか？弱い者いじめもそうだよ。学校でいじめて、そのうち、いじめって、逮捕されるようになるからね。今、逮捕されないのがおかしいんだよ。だって前、ストーカーだよ。ストーカーってよかったんだよ。何もしなかったらついて歩いてたってよかったんだよ。警察にいくら言ったって、おまわりさんは何もや、死害がないでしょって言うんだよね。だけど、つけ回されること自体が死害なんだよな。だから今はそういうのはいけなくなったじゃん。わかる？学校でいじめやなんかに会うとね、その子学校に行けなくなっちゃう。社会的にね、俺みたく中学校行きゃ十分とかっつって、こういう人少ないからね。みんな高校も行きたいし、大学も行きたいしな。でもあんまりいじめられると行けなくなっちゃうんだよ。人の定めを変えるほど意地悪をしといて、罪にならないっておかしいんだよな。だって俺が急に女の手握ったら女が訴えて俺逮捕されちゃうんだよ。手なんか洗えばいいじゃんと思うじゃん。ね、それが罪になるのに、ね、学校で雑巾の水飲ましたりしてても平気なんだよな。で、ところでさ、因果的に言うとそのやられてる子って自分が強い立場の時やったんだよ。だからよくいじめられる子って逆の立場になってやるんだよ。子供で親が虐待する、いるじゃない。ああいう子って前世に自分がやってっからやる性格なんだよ。だから不思議なんだけど、その子人がお母さんになるとやるんだよ。やられて泣いてた子がやる立場になるんだよ。で、本当はね、この辺でね、みんなで俺たちところで何のために何回も生まれてくんのって。驚しい因果じゃなくて、だって、因果を先祖のせいにしたり、他のせいにしたり、やりようがないんだよ。あなたのこうなってるのは、あなたの先祖が地獄に苦しんでて、やりようがないんだよ。人のせいにすんのもいい加減にしなって。地獄に落ちてる人がいるんだよ。落としときゃいいんだよ。神様が100年ったら100年いりゃいいの。そこで反省してくる。いじめてんじゃないんだよ。魂の反省なんだよ。ね。純ちゃんも怒りん坊だったり、エバリン坊だったりするから、この前倒れたんだよ。で、知らない人はね、怒ってばっかしいから罰当たったって言うんだよ。そうじゃないんだよ。これ以上ほっとくともっと罪を犯すから、神の愛なんだよ。神の愛で怒るともう一回ひっくり返すからやめようって。だから、これ以上罪を犯させたくないんだよ。わかるかい？で、いろんなこといろいろあるよ。だって俺たち未熟だから。純ちゃんのことだけ言ってんじゃないんだよ。みんな未熟なんだよ。で、この上出てきて立派なこと言ってるけど、俺たち全部やり直し組だから。敗者復活戦だからね。で、21世紀早々ね、こういう話ができる俺も幸せ。ただ過去の指導者やなんかは、魂に合わせて指導してただけなの。あんたらのせいなんだよっていうのがいきなり受け入れられるだけの魂の成長してなかったんだよ。でも、もうわかるよ。で、俺の言ってることがおかしいかどうかよく自分の頭で考えなよ。ね。で、
魂って不滅なんだよ。で、不滅だからしょうがないんだよ。だから俺、津波も何も怖くない、地震も怖くないんだよ。で、今ここで地震が来るとするじゃん。で、俺死なないんだよ。で、もし死んだら寿命なんだよ。人は寿命が来るまで死なないんだよ。で、死ぬとどうなるんですかとって死なないんだよ、魂は。向こう行くだけなんだよ。で、向こうでまた修行してまた戻ってくるんだよ。それでね、地球ってね、宇宙はビッグバンつながって、ボーンつってボーンって、未だにでかくなってね。どん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 。ね。で、これが限界まで大きくなると、だんだん小さくなるね。で、一個になっちゃうね。固まっちゃうんだよ。で、また爆発するんだよ。これを神の息と言うんだよ。雨の水上主様、息してるんだよ。大きい息するんだよ。で、どういうことですかって言った時、あとどのぐらいかわからないけど、この宇宙はなくなっちゃうんだよ。その時俺たち全員死ぬよな。わかる？その時魂はある場所へ避難するだけなんだよ。わかる？で、わかろうがわかる前がそうなんだよ。だから何を言いたいのかというと、よく最近ね、マヤ歴がなんとかかんとかで、2000何年かになると宇宙がどうなってこうなってと、どうなっても俺たちは死なないんだよ。で、もうじきアトランティスが浮上してて、アトランティスが浮上しようがひっくり返ろうが俺たちは死なないんだよ。で、地球がなくなったって死なないんだよ。で、生まれてくる前に、あの世からこっちへ帰ってくるまでの間、しばらく人の魂っていうのは、いろんな星に預けられるんだよ。だから土星に預けられたやつは土星の影響を引くんだよ。だから星回りに自分が関係あるって、500回になってた場所があるんだよ。だからそういう性格だからそういうとこ行くんだよ。で、そこでまた修行してこっちかしら出てくるんだよ。だから星占いもあんまりデタラメでもないんだよ。だからって、すぐ、うちの人、懲り性だから何でも懲っちゃダメなんだ。そんなことよりも、今、地震でも何でもね、俺めったテレビ見ないんだけど、5日ぐらい前テレビちょっとつけた。したらすごいよ。関東から東海沖地震まで来て、それが沖縄にまで繋がってるって言うんだよ。で、それが一度に、地震を起こすと、30メーターの津波が3分以内に来るって言うんだよ。揺れてる間に逃げなきゃ。この人たちね、おかしい。やっぱりね。ほいでね、すごい学者みたいなこと言ってるけど、この前の東北の地震すら当てられなかったんだよ。本当に。来たから急にいろんなこと言ってるけど、来る前は、それよりさ、東海沖地震って30年ぐらい前から言ってんじゃん。ずーっと言ってんだよ、もう来る来るって。それ言ってんとこに来ないんだよ。外れすぎだよ。本当に。それでね、どこの宗教行こうがいい、どこの神様信じてもいいけど、人を脅かすとか偽物だよ。神はね、愛と光だから人を脅かさないんだよ。人に安心しなっていうもんなんだよ。わかるかい？で、悪魔は、神の名乗ってる悪魔っていっぱいいるんだよ。だけど見分ける方法は人を脅かすことを言うんだよ。不安がらせるんだよ。だから悪魔の使いになっちゃダメだよ。ここにいる人たちもメールやなんかでどこどこでね、何月何日に地震が来るとか言ったらそれ回しちゃダメだよ。切っちゃいなよ。あんなもん回したら悪魔の使いだよ。で、必ずね、地震が来た後に当たったってやつが出てくんだよ。当たるよ、毎回やってんだからあれ。それが外れるとまたいついつになんだよ。来月になんだよ、また。競馬だって24ずっと勝ててみりゃ当たんだから。地震国は地震が来るの。
世界の2割は日本に来るんだよ。ね。だからって俺たちは寿命長が来ない人は死なないんだよ。わかる？で、全員が死んでも俺たち生きてんの。この地球という星は、一個しかないんだよ。人間が住める星って一個しかないんだよ。望遠鏡はいくら発達しても、めっからないんだよ。なぜめっからないかっていうと、神が作ったんだよ。偶然できたならもっといっぱいあんだよ。100万個に1個ならもっとあるんだよ。ね？わかるかい？1億個に何個ってあるんだよ。1億個に1個だったら2億個にもう1個あるんだよな。で、偶然だ偶然だって言うんだったら、いくらでもあるんだよ。この星は神が人間が肉体を持って生きられるように作ってあるんだよ。だから霊魂だけになって抜けちゃえばどこでも住めんだよ俺たち。火星だろうが金星だろうがいくら作ったって知ったこっちゃねえんだから肉体があるから問題があるんだよ。で、人はね、生まれた時に痛くも苦しくもなかったよね。死ぬ時もないんだよ。なぜかというと生まれると死はセットなんだよ。で、神は苦しみを与えないんだよ。だから交通事故でバーンってやって、ここでうわーってやっているじゃん。そういうのが助かっちゃうとするんだよね。で、お前あの時すっげえ苦しんでたけど痛くなかったかって言うと、全然何も覚えてない。で、いや、痛くて覚えてますよってやったら死なないの。だから死ぬ時は痛くないんだよ。ね、それで向こうに行くだけなの。向こう行くと先にね、恵美子だったらお母さんとかな、先に死んだ人が待ってるの。恵美子やっと来たなとかって待ってるの。いや、嘘みたいだけどそうなんだよ。で、俺は小さい時に神様に見せてもらったんだ。で、俺なんか見なかったら絶対信じないもん。いや、本当にね、理屈家ってそうなんだよ。でも理屈じゃ解決できないんだよ。で、逆に言うと俺の今言った信じられない話を信じてみな。そうすると親と子は魂が違うんだよ。兄弟も違うんだよ。だから兄弟ですら似てないんだよ。わかるかい？性格がみんな違うんだよ。で、魂は、ここにいる人は、俺ね、神様の話しだしたら、全国から俺のとこへ来るんだよ。俺、ずっと前からやってんだよ。だから俺が神の話をしだしたと同時に、全国から俺の元へハゼ参じる人がいっぱいいるんだよ。ここにいる人は、昔も聞いてたんだよ。だからこういうのはね、あばら屋でこうやって喋っててもね、庭にでも集まっちゃう。で、それで魂的な話するんだけど、俺たちは未熟なところから上がってくるからさ、ついてるって言った方がいいよ。思ってなくても言った方がいいよ。でも本当は思いながら言った方がいいんだよな。だけどいっぺんに難しいじゃん。今世俺は今までと違うことに挑戦してんの。それは自分で仕事をしながら、みんなから誰からもお金をいただかずに税金払いながらこういうことをしようと決めてるんだよ、うん、でね、神様って綺麗なの好きなんだよ。だから女の人綺麗になんな。で、心も綺麗な方が好きなの。だから自分の顔がいくら美しくなっても、何あんな人はって人のこと言い出したら心汚いよな。心も綺麗な方がいいんだよ。愛があった方がいいんだよ。で、そんなこと知らない未熟な時にいろんなことしちゃったんだよ。それを俺たちは嫌なことが起きても昔やったことだ。笑顔で刈り取っていいことするんだよな。一生懸命、大したことじゃないでいいんだよ。
人が明るくなるような天国言葉しゃべるとか笑顔でいるとかね、特別なことってしなくていいんだよ。あ、来世のために今世いいことしなきゃ。今世やってるいいことって来世のためなんだよ。じゃあ来世のために一生懸命やろうって言うけど、今世が大事なんだよ。いいかい？今月食えなくなるほど貯金しちゃダメなんだよ。わかるよね。ね、それから友達が金借りに来たからって自分が食えないほど貸しちゃダメなんだよ。わかるかい？今世自分がしっかり生きて来月のために500円でも貯金しよう、1000円でも貯金しよう、その心が大切なんだよ。だからいいことするのはいいけど、自分の生活がおかしくなるほどいいことしちゃダメなんだよ。この前うちのついてる神社に来てる方で手話やってる方がいて、でその人一生懸命手話やってんだけど、例えば1時間で1000円くれるとするじゃない。で往復代はもらえないから、そこで2時間やると1日2時間だったら2000円しかもらえなくなっちゃう。わかるかい？でなんとかこの手話が盛り上がる方法ありませんかねって言ったら、盛り上がんないよさ。盛り上がんないんだよ。盛り上がんないものって盛り上げるものと盛り上がんないものってあるよね。私はどうしたらいいんでしょう。あのね、自分を助けることのが先なの。だからなぜかね、手話をやってみんなのためになってるって言うと素晴らしいけど、パートに働きに行くとか、自分を助けた時初めて日曜日にボランティアで行こうとか、もっと言えば自分が食えればその2000円だっていただかなくていらませんよって、だってできるんだよね。あのね、これもね、なんていうのかな、親の因果が子に報いも嘘だよって俺言う、あんたの因果なんだっていういうことを言ってんだよね。それからもう一個ね、これ違うよってなん、神は犠牲を嫌うんだよ。だって俺が死んだらね、このみんなが助かるとしたら俺は犠牲になって喜んで死ぬって言うけど、ここ1500人ぐらいいるんだよ。1500人助かるんだったら俺も助けてよ。そうだよね。なんで、あとみんなでさ、みんなであと一人助かること考えないの？わかる？あのね、みんなが一口ずつ食い物くれたって何したって助かるんだよ。だからね、神は犠牲を求めないの。なぜかっていうと、恵美子さんがね、死んだらみんな助かるって言って、恵美子さんも神の子なんだよ。あんただけ死になさいとか言わないんだよ。俺そんな人神じゃないよ。うん、だって神は犠牲なんか求めないんだもん。それより、まあ神的に言うとね、日本もこの前戦争して朝鮮のに攻めてったり中国に攻めてったご迷惑かけたんだよね。であれなんかもね、満州の満鉄を取られたら日本はダメになっちゃうからってものすごい勢いで戦争したんだよ。日本がこのまま行くとダメになっちゃうと恐怖だよな。俺恐怖を先頭にして話し始める人ってね、おかしいんだ、こいつ悪魔の使いじゃないかって。それで特攻隊まで出して日本人死に物狂いでやって、ものすごい人間いんだ、向こうの人も死んだんだよ。で負けて取られたんだよ。で取られた今の方が栄えてるって、どうしたのこれ。満鉄取られたら日本はダメになっちゃうはずじゃなかったの？今北方領土もないんだよ。それなのにこんだけ栄えてんだよね。わかるかい？何々になったらこうなっちゃうと。あのね、俺たちの若い頃ね、あと30年したら21世紀の初めには日本は石油が枯渇するって言ってたの。日本じゃない、世界が。ところ今車ブーブー走ってるよね。なんだよ、21世紀の初めには日本人の半分餓死するって言ったんだよ。それで黒レカラ開発したり、いろんなの開発してたんだよ、宇宙食だとか。今全部デブだよな、これ。どうすんの。いや、
あのね、誰かが何かを恐怖で話し出すと、で必ずこのまま行くと、このまま行くとって言うんだよ。俺、この前ね、一番驚いたのね、あのね、人間の原始人の頃ってこう、体が丸かったんだって、こう、前のめりだったんだって。それがだん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 こう、まっすぐになってきてんだって。で、このまま行くとあと何万年ぐらい倒れちゃうんだって、後ろへ。このまま行かねえだろ。あのね、石油が枯渇すりゃ代替エネルギー考えたり、太陽エネルギー考えたり、人って知恵出すんだよ。いろいろやるんだよ。このまま行くとってこのまま行かないんだよ。でね、恐怖を煽って何かやるってやつは絶対ね、悪魔の手先だよ。あのね、安心しななの。ね、だから俺ね、地震でもなんでもね、日本って地震国だから安心しな。それと、心配すると、余計災難が大きくなるの。この前、知り合いの人が、ものすごい喜んで電話してきたね、その前に。なぜかっていうと、可愛い娘さんができて、その人が、スチュアーデスになったの。で、娘もなりたい、もう全員なって万歳なんだよ。わかる？で、なんかね、最近、全日空だっけ？会社がなくなっちゃって。だから、JAL がなくなっちゃったんだっけ？まあ、よくわかんないんだけど、だから、スチュアーデスさんも雇わなくなっちゃったらしくて、で、まあ、受かったから万歳の話なの。そしたらね、電話かかってきたの。で、今度は怯えてんの。で、どうしたの？ったら、なんか最近飛行機の事故がすごく多くて、たら娘が死んじゃうんじゃないかって、わかるかな？で、俺その人にさ、あんた地獄行くよって言ったの。で、ここにいる8割の人は地獄行くからね、覚えといたよ。で、みんなまた向こうで仲良くなれるから。でね、地獄って、ったらね、寒くて暗いの。で、臭いとこなの。で、最悪じゃねえかって言うと最悪なんだよ。だから全然行きたくないんだよ、俺なんか。それでね、なんで行くんですかって言うとね、心配性なんだよ。簡単に言うと、心配性って病気だからね。そういう人が天国に行くと、いつまでここに入れるかしらと。明日追い出されたらどうしようとかね。心配性の人がそばにいる考えられないでしょ。天国ってのは心配性の人がいないので、特に娘が心配でとかって、下から変な波動を出してると飛行機落ちるぞ。で、人は寿命が来るまで死なないの。それで心配性で娘を心配するのは親の務めだと思ってんの。信じるの。その子の魂を信じるの。で、神と決めてきたいろんな困難を超えられる子だと信じるの。で、人は死なないの。で、心配性の何がいけないのか、娘信じてない。自分を信じてない。神を信じてない。だから心配してんだよね。娘を信じて、自分を信じて、神を信じてたら、神を信じてると、信じてようが信じてまいが死なないんだよ。だから基本的にそこが違うんだよ。わかった？織田信長が死ねば終わりだって言ったんだよな。神も仏もないって言ったって死なないんだよ。何言ってたって死なないんだよ。ね。で、一人だの話は死んでみりゃわかるんだよ。なんだ、言われた通りじゃねえかって思うだけなの。だから今うちは条例やったりなんかするんだよな。そしていろんなとこでいろんな奇跡がどんどん起きるんだよ。それは条例をするためじゃないんだよ。条例でなんてバックブリッジしたり、男の言葉で女性が喋る、いろんなの出てくるんだよ。いいかい？霊が出てきたんだよね。ってことは死んでないんだよな。わかるかい？
それで、みんながこうやって条例して、そういうのを目の当たりに見たとき、霊魂は不滅なんだ。それから、成仏させてあげたい。ところでその次に思うのは、人はなんで生まれてくるんだろう。なぜ何回も生まれるんだと思ったとき、一人さんが言ってるようなことを覚えて、魂不滅なんだよ。自分でやったことの責任を取って狩るんだよ。ご先祖でも何でもないんだよ。ご先祖が悪いことしたのはご先祖に出るんだよ。わかるか？だってその人がやったんだもん。ね？で、いけないんじゃないんだよ。その人がやったこと、その人いいこともしてんだよ。いろいろやってんだよ。でもその人がやったいい、よく先祖がいいことしたからあんたに出てんだよ。それは先祖に出るの。あなたがやったいいことが起きてんだったらあなたが前世にやったの。人のせいにできないんだよ、因果って。わかる？その代わり自分のことだからどうにでもなっちゃうんだよ。で、そういう教えを教えるために、発行の条例があり、奇跡があって、いろんな人が治るんだよ。で、治ってよかったねじゃないんだよ。はっきりとこの因果の法則を知って、魂の成長のために起きるんだ。だから俺は神がいるということの証明のために本当に奇跡を起こし続けるんだよ。たった5人しかいないところで納税一番をやり続けるんだよ。うちは研究、日本漢方研究やって研究員がいねえんだよ。でも俺も研究してないんだよ。それなのに100個に1個当たればいいという時代に当たるものをずーっと出し続けてるんだよ。だから神は俺を日本一にするなんてわけないんだよ。わかるかい？だから水晶を持って始めたばっかしの人に奇跡を起こさせるってできるんだよ。この宇宙を作っちゃうような人なんだよ。だからできるんだよ。でそろそろみんなも誰かのせいにするのよ。そう、自分のやったことを自分で刈り取るのは当然のことなの。それとそろそろ変な因果作って来世に残していくのやめよう。一生懸命刈って一生懸命いい種まけばいいんだよな。特別なことなんかしなくていいんだよ。人に対して傷つくようなこと言わなきゃいいんだよね。それをなぜできないんですか。我だよ。俺が笑顔にしてなって言って、笑顔のがいいに決まってんだよ。それなのにブズって聞いてもブズってしてるっておかしいんだよ。地獄言葉より天国言葉のいいのか子供だってわかんだよ。それをいい大人がやらないのは我が強いんだよ。わかるかい？我をなくせばいいんだよ。それで俺たちはもともと神我という分け身玉なんだよね。だから神我は綺麗なんだよ。わかるかな？だから俺たちさ、ともかく早く霊天まで持ってって、今んとこはな、え？人を嘲笑うといけないんだ。じゃあやめようでいいよ。やっと霊天になったんだから。マイナスよりいいよ。そのうち、そうだよなって。ね？自分がいくら字が甘くたって下手な奴がいたとき、教えてやるかなんかすればいいんで。笑うために俺たち修行したんじゃないよな。で、そんなこと良くないからや、そうだよな。そうなった時、神様から100点だって100万点だってもらえるよね。わかるかな？俺も未熟かわかんないんだよ。でも未熟な俺だって一生懸命やればやることあるんだよ。ね？この世の素敵なことはね、上には上がいるけど下には下がいるんだよ。それがこの世のいいとこなんだよ。だからここで話聞いてそうだと思った人は一生懸命その人に教えてあげればいいんだよ。ところでさって、あんたに起きてる悪いことってあんたがやったんだよ。人のものは出てこないんだよ。わかるかい？おしっこだってうんこだってあんたが食ったものが出てくるんで、人のものが出てくるのはないんだよ。いや本当にそうなんだよ。でさ、こんな簡単なことがさ、
やっとこれから始まるんだよな。魂ってやっとこの段階まで来たの。21世紀は魂の時代だって。魂の時代って何ですか。本当の因果が分かる、本当に自分がやるべきことが分かる人が目覚めてくる、うん、で、俺はいい時代だし、そのことを、俺は世界中行ったことないんだけどね、先駆けてこうやってできたりね、みんなもとても俺一人じゃできないの。だからここにいる人が協力してくれて、みんなでテープ聞いたりなんかして納得した人ね。いや、未だに自分はそこまで成長してないから、俺に悪いことが起きるのはご先祖様のせいだと思いたい人は思ってていいよ。だけどこれどう考えても俺だよって。俺なんていうの、高校しか行ってないからね、会社でバカにされるんですとか。俺中学しか行ってないけど一回もバカにされたことないよ。でバカにされるんだよ。自分がね、学歴がある時人をバカにしたんだよ。平安朝の時代かなんかにすごい勉強してて、まあ、できないやつバカにしたんだよ。だからそういうことが起きるんだよな。わかる？で、それをね、学校行ってないとバカにされるからって子供に一生懸命言うけど、バカにされるのは親のやつがやったんだよ。だから俺やめるよって、人のことバカにすんのやめるよって、俺どっか悪いとこあったんだよって言ったら、魂って成長するよな。で、結局魂が成長すればいいんだよね。だからみんなで魂が成長して、成長するお手伝い、神様が一番喜ぶのは神様のお手伝いする人なんだよ。いろんな宗教でね、神の降臨を待ってる宗教がいっぱいあるんだよ。神は俺たちのお手伝いをしてくれる、要するに神のお手伝いをしてくれる人を探して待ってんだよ。で、両方で待ってんだから話せんな。だから、俺たちは手伝えばいいんだよ。雨の水神主様ってね、でかすぎたよ。祀るところもないんだよ。海なんてもんじゃないんだよ。ここに降りてきてくれって、降りてこれるような存在じゃないんだよ。でかすぎるんだよ。で、来れないんだよ。今まで来ないんだから来れないの。これからも。それより俺たちが愛と光でね、今も俺愛と光で一生懸命喋ってんだよ。で、未熟な俺でも、みんなも未熟だけどやれることってあるんだよ。だから、条例してね、奇跡が起きてみんな喜ばれてるけど、条例は、いいかい？奇跡とは教えのためにあるんだよ。教えの先端、要するに、いきなり教えからだと信じない人がいるんだよ。そのために神が奇跡を起こしてくれるんで、正しい教えというのは因果を作らないことなんだよ。因果を解消する因果を作らない。で、その因果は自分のことなんだよ。あんたがやったことなんだよって。わかるかい？で、そのためにいろんな奇跡がこれからも起きる。だから奇跡を起こして喜んでちゃダメだよ。一本の俺がテープでも何でもいいから、ちょっとこれ聞いてごらんっつってね、聞いたとき、救われる人がいっぱいいるの。で、俺は絶対にね、宗教にならないんだよ。だって、俺もあなたも、同じに負け身玉があるっつってんだよ。全員なんだよ。俺だけ神だって言えば宗教になっちゃうんだよ。同じなんだよ。わかるかい？あなたのやったことがあなたに起きるんだよ。それをあなたが狩るんだよ。わかるかい？ってことは、自分を救うのは自分なんだよ。わかるかい？恵美子さんを救うのは恵美子さんなんだよ。恵美子さんの因果を消せるのは恵美子さんなんだよ。だから宗教にはならないんだよ。なりようがないんだよ。だって自分のを自分が消すんだから。ね、ひとりさんってすごいですよ。俺がすごいんじゃないか。恵美子さんがすごい。で、奇跡を起こしてくれてるみんながすごいの。で、雨の水神主様がすごいの。
これはこっちの言い方だよ。外国人はアラーと呼ぶ人もいるし、いろんな呼び方があるけど、因果があるということは、宇宙には正義があるんだよ。考えてみな、いいかい？変なことをすると罰が当たって、弱い者いじめすると罰が当たるってことは、宇宙は無ではないんだよ。だって罰が当たるってことはやっちゃいけないんだよってことを代々覚えてくるんだよ。で、いいことするといいご褒美もらえるんだよ。ね。ってことは、雨の皆神主様というのの、この宇宙的正義があるんだよ。で、何を基準にしてるかっていうと、愛と光、愛があって上機嫌で、みんな死ぬとね、二つしか質問されないからね。一つは人生を楽しみましたか、もう一つは人に親切にしましたか、この二つしか聞かれないんだよ。だけどこの二つは同じなんだよ。人生を楽しみましたかって、人に喜ばれることが一番楽しいんだよ。このパーティーも別に一銭にもなんないんだよ。いや、本当だよ。だって俺講演会やるよって言ってもっと来るんだもん。一人五千円くださいってくれるんだよ。ねえ。これみんなご飯代出してんだからね。俺にくれてるわけじゃないんだよ。だけどみんなが喜ぶと人は嬉しいんだよ。人間何が嬉しいったって、ゴルフでポンと穴に入っても嬉しいけど、あんたがいてくれて幸せだよとかね、あなたと同じ時期に生まれて幸せだって言われたら一番幸せなんだよ。だから幸せって追求したらね、人からどんなに思われてもいいんだって言うけど、人から嫌われたら幸せじゃないよ。だからね、みんなでこれから奇跡がいっぱい起きるけど、神は目的があって奇跡を起こしてるの。それは教えを広めたいの。で、教えって難しいことじゃないの。あんたが撒いたものあんたが買ってください。あんたがいいことしたことはいいことが起きるとね。親がいいことすれば子供にいいことが起きないの。子供は子供でやるの。わかるかい？いい親のもとに生まれりゃいい親をこうやって見ながら自分はいいことするんだよ。嫌な親のとこへ生まれたらこうやって見ながらああいうことはやめようと思うんだよ。それで魂を成長させるので、この因果のことがわからないと何しに出てきたかわかんないからおかしくなっちゃうんだよ。だから俺たちの教えで何が必要かって言うと、俺たちは何のために生まれてきたんだろう、この人生をどういう意図で構成するんだろう。だから起きた問題、起きた問題をみんな解決はするんだよ。その時に愛と光、要するに愛情があって上機嫌な方法は何だろうっていうふうにして、この問題、この問題、問題は全員違うんだよ。起きることは全部違うんだよ。ただ愛と光でこの問題を解決するんだってじーっと考えたら、もうその場で釈然なんだよ。だって愛と光の人だもん。今日はここに1500人以上の愛と光の人が集まりました。どうもありがとうございます。感謝してます。私たちは神様から分け御霊という針の先ほどの小さな魂を授けられています。この分け御霊、魂は不滅であり消えることはありません。すなわち死なないし死ねないということです。しかし私たちが生きる物質界では形あるものはいずれ滅びます。私たちの体も時間が経てば古くなり滅びます。体が滅びると魂は抜け出て天に戻り、また次のタイミングでこの世界に戻ってくる。これが生まれ変わりです。魂が生まれ変わる理由はもう一つあります。
それは成長するためです。入れ物である体を変えても魂の流れはずっと続いていますので、前の体、もっと前の体の時のいいことや悪いことによる何かがある時点の人生に現れます。どこかの時点で人に意地悪ばかりしていた魂はいくつか先の人生で今度は意地悪をされる側に回ったり、何回もの人生でひたすら練習を積んだ結果がある人生で素晴らしい才能となって現れたりします。今の自分にとっては今ある体、今ある人生が全てであるように思えますが、実は魂レベルではもっともっと長いスパンで生きているということです。この長いスパンの中で因果の報いを受けながら成長しています。したがって因果は自分にしか現れません。親の因果が子に報いるということはありません。自分にある因果は自分に起因します。因果とは自分でやったことを自分で刈り取ることを言います。太っているのは過去に自分がたくさん食べたからで、隣の人のせいではありません。ダイエットは自分が決意しなければ痩せられず、友達の断食で自分が痩せることはありません。因果はすべて自分によります。自分に起きていることは、前世を含め過去のどこかで自分がやったことに関係しています。だからこれを乗り越えることがあなたにとっての修行です。これは決して神様があなたに意地悪をしているのではありません。神様は人に罰を与えることはしません。そして超えられないことをやらせようとはしません。神様はあなたがこの困難を乗り越えて成長することを知っています。因果を乗り越えるには、神様の求める方法で実行するのが一番です。神様が求める方法とは愛と光で解決することです。何か起きた時は、まずそれはすべて自分がやったことによると納得すること。そして次に愛と光で解決する方法を探して実行する。そうすれば少しずつ良くなっていきます。因果を怖がることはありません。今自分に起きていることは必ず乗り越えられることですから、神様と自分を信じて今世をしっかり生きる心を持ちましょう。神様は見た目も心も綺麗な人が好きです。笑顔で明るい装いを心がけ天国言葉を話していると、神様に愛されていいことがどんどん起きます。神様は犠牲を嫌います。自分を捨てて何かをやってもいいことは起きません。ボランティアをするなら、まずは自身の生活をしっかり立てて、そこから人のためになるよう尽くすのが正しい道です。また神様は人を脅すことはなく安心を与えます。人を怖がらせたり不安を煽るのは悪魔の使いのすることです。悪魔の手先となって他人を怖がらせてはいけません。そもそも不安や心配はいいことにはつながりません。不安な気持ちや心配ばかりしていると、不安で心配な事実を引き寄せます。子供が事故に遭わないか、将来お金がなくなったらどうしよう、地震が来たら、そう考えていると本当にそんなことが起きます。心配症は一つの病気です。この病気を治す薬は信じる心です。自分、相手、そして神様を信じたら心配や不安はなくなります。心配と不安がなくなれば問題は起きません。この世には因果がありますが奇跡もたくさん起きています。奇跡は神様が存在することを証明するために起きます。神様の望む方法で因果を解き、神様のことを信じていれば、たくさんの奇跡を浴びて楽しく幸せにいられます。そうやっていれば因果を来世に残すこともありません。いいと分かっていてもできないとすれば、それは我が強いからです。我をなくして綺麗になればすっきりと生きられます。これからは魂の時代です。本当の因果がわかりますので、それに従いやるべきことをやりましょう。因果は怖くありません。不安も心配も不要です。すべては自分がやったことですから、愛と光で必ず乗り越えられます。なぜなら神様が私たちを常に見守ってくださっているからです。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに、
すべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。Thank you.